こんにちは。毎年8月の広島、長崎へ向けて全国津々浦々から核兵器なくの声を集めたアメリカに原水爆に新兵は大行進です。今年は新型コロナウイルスの影響で行進は困難かと思うが、全国で創意として盛り上げていこうという動きを毎週お届けします。恵子さん、声入ってます。確かに未来へつながってゆく、今踏み出したあなたの一歩で何かが変わるでしょう。歩いてゆこう。はい、さて、本日は第10回目ということに、なります。フィリピンの著名なアーティスト AG サニョさん、入ってきてますでしょうか。もしかしたら入ってきてない感じですね。がまた今日もあのライブペインティングを行ってくれることになっています。そのうちあのサニョさんが入ってきてくれると思いますので、入ってきたらまたあの紹介したいと思います。ではまずですね、今週の平和行進のダイジェストをお届けしたいと思います。先週の7月10日以降の平和行進なんですけれども、まず北海道から東京に向けて歩いているコースは7月10日に長野から群馬に引き継がれました。今群馬を歩いています。そして、長野から山梨に7月15日に、引き継がれて、今山梨県内を、更新して、いるところです。さらに、太平洋のコースでは、茨城があの今更新中で千葉に向かっています。富山から出発して広島を目指すコースは、7月の9日に兵庫から鳥取に引き継いで今鳥取県内を更新をしています。東京から広島に向かうコースでは、兵庫から岡山に引き継がれ岡山県内を更新をしています。そして四国のコースはこの後徳島の報告をいただきますが、7月12日に終結をしました。そして九州はですね、熊本が7月の7日に福岡に引き継いで、福岡から、広島に向けて今あの更新を続けているところですね。そして、この後報告をしていただきますが、佐賀も7月の5日に長崎から引き継いで、佐賀も福岡に合流をして歩いているということです。今あの大雨の中でもですね、あの更新はあの続けられているということで、あの今更新が行われているですね、じゃあ山梨の更新の様子を、ちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。
はい、今山梨の行進の様子をご覧いただきました、ちょうど今ですね、あの英治佐女さんが、入ってきてもらいましたので、ちょっと呼びたいと思います。佐女さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。This is 英治佐女 from Manila。 マニラから英治佐女です。また参加できて嬉しいです。今日天井のこちらの部分に絵を描き始めます。楽しんでください。はい、ありがとうございます。では今日はどんな絵が出来上がるのか、皆さん、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。核兵器禁止条約にフィジーが批准して39カ国になりました。あと11カ国、待ち遠しいですな。そうじゃの。さあ、つけさん、格さん、広島まで世直し平和行進じゃ。ほっほっ、タンタタン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 タタンタンタン。はい、ただいまのジングルは愛知の清須市の清須乙女座の水戸黄門編ということで、フィジーが39カ国目とあの時点ではなってましたけれども、今ボツワナがですね、先日批准書を国連事務総長に、提出をして40カ国になりました。残り10カ国が批准をすると、その3ヶ月後に、核兵器禁止条約が、発効するというふうになっています。それではあの7月3日新潟県、から引き継いだ原水爆禁止長野県協議会事務局長の、丸山実さんを紹介したいと思います。丸山さん、よろしくお願いします。どうぞ。あ、ミュートを解除してください。皆さん、こんにちは。長野県原水協事務局長の丸山実です。一昨日15日山梨から山梨に引き継いで終わったばっかりですので、まだ完全にまとまってませんけれども、長野県の今年の平和行進の取り組みを報告します。まず最初にこの地図を見てください。長野県の地図ですけれども、全体を説明します。7月3日新潟県から引き継がれて、7月10日に群馬県に、7月15日山梨県に引き継がれました。この2つの幹線コースに県下各地5つの支線コースが合流し、その支線コースにまたそれぞれの村々から網の目のコースが全体に集まってきます。で、くまなく歩いて77市町村のほとんどを回っています。現在分かりませんけど、今年もまだ3つが、山奥の村3つが回れてない感じがします。先行する取り組みも合わせておよそ2週間の取り組みになります。今年はコロナ禍の中で歩いてつなぐことを長野県でもやめて、宣伝カーで宣伝しながら各市町村を回り、市町村長や議長などからペナントの賛同募金をいただき、激励の挨拶をいただきながら招集会やスタンディングなどでアピールすることにしました。2つ心配がありました。歩かないことから、市町村長の中には意地悪をして、今年は募金もペナントもいいだろうなんていう人がいるかなと思いましたけど、全くいませんでした。例年通り協力をしてくれて、しかもそれだけではなくて、これは大事な取り組みだからねというふうに言ってくれて、中には去年は1キロほど一緒に歩いたよね、今年は歩けなくて残念だなという町長さんもいました。本当に温かい激励をいただきました。継続して自治体との連携を築いている力強さに感動しました。もう一つの心配は、歩かないことで事務局だけの取り組みに縮小されるかなという心配をしましたが、各ポイントで後からお示しするように少数集会やスタンディング予想を超えて大勢集まって心配するほどでした。
歩けないことへの残念な気持ちと、平和行進への熱い思いを感じました。この思いが平和行進を継続できる力だと思っています。少しこの熱い思いについて、ちょっとエピソード2、3紹介します。中にはですね、特に退職して元気な人たちが多いわけですけど、退職した元気な人たちが、1年間俺はトレーニングをしてきたんだ、どうしてくれるんだ、一人でも歩くぞなんていう人がいて、事務局が大変困ったというふうに言ってるところがあったり、実はちょっと一部歩いたところが出たらしいんですね、まだつかめてませんけど、それがある会議で報告されて、ずるいぞ、俺たちも歩きたかったのになぜずるいぞっていうようなことが議会で話題になったとか、会議で話題になったとかね、いう話があって、本当にこの熱い思い、平和行進をやるんだという熱い思いが例年引き継がれているんだということを熱く感じました。それでは新潟、群馬、山梨との引き継ぎ集会の写真をご紹介します。まず、左側の下が、これが7月3日に新潟から引き継がれた時です。集団写真です。関川というところの関所跡の記念館のある駐車場でいつも質疑を行います。これも大勢、まだこれ全員集まってないんですけどね、大勢集まってますね。それから上の写真がですね、あ、ごめんなさい、右側の写真ですね、右側の写真が、これが有名な碓氷峠です。ここはですね、群馬県に引き継ぎました。ここはもうね、いつも雨で霧が濃いんですけど、今年もちょっと上の方を見ると霧参りますよね。本当に冬ほどではないですけど、寒いぐらいなんですね。半袖ではとても入れないような寒さの峠の上でいつも引き継ぎをします。そして左の上ののが、先ほど山梨の映像にありましたけど、山梨との引き継ぎの集会の写真です。ここもたくさん集まっていただきました。右側の方が長野県代表団、左側が山梨県の代表団ということです。ここも道の駅の大きなところでいつも引き継ぎを行っています。いつもどこもですね、20人から30人という集まりでですね、非常に大きく盛り上がったというふうに思っています。本当に事務局だけにならなくてよかったなと思っております。ではいくつかのポイントのところを紹介します。まず最初に、これ長野駅前ですね。7月6日長野市に入ってきた、7月6日長野市に入ってきた宣伝官が市内を宣伝して、市長とも会って募金とペナントをいただきながら、夕刻長野駅前に集まりました。そこに待っていた方が30人ぐらい、ここにはもう映ってませんない人もいますが、30人ぐらいが集まっていただいて、各団体のスピーチやスタンディングアピールを行いました。タペストリーとかフラッグを持って勤め帰りの人々にアピールできた。非常にこの長野駅前でのこのアピールは非常によくできたかなと、聞いてくれたかなというふうに思っています。そして次、これが長野県庁をスタートする次の日の7月7日、ちょうど核兵器禁止条約が採択した記念日ですね。7月7日に長野県庁前をスタートしました。いつもだと朝早く出て1日歩くっていうコース、ここから2つの幹線コースに分かれていくんですけれども、そこでも20人ほどが集まりました。左側の綺麗なこのタペストリーは、新婦人の皆さんが思いを込めて作ったタペストリーです。ちょっと雨が降っていて大変でしたけれども、ここではいつも県知事の代理の挨拶、国際課長ですかね、それから県議会議長のメッセージで、2つのコースの感染コースに分かれて行動します。そしてちょっとエピソードというか減るときますけど、ここ数年ですね、減衰菌の更新と相互乗り入れで更新をしているんですけども、今年はこの歩かないというようなことで、そのメッセージや挨拶や相互乗り入れの共同の更新はやめにしました。その代わり嬉しいニュースが入っています。8月6日に彼ら減衰菌が長野県の減衰菌集会やってるんですね、長年。ところが我々長崎広島行っちゃうのですから、今までつながりがなかったんですけども、今年はこっちもオンラインで YouTube で視聴会を8月6日やるもんですから、この両方の長野県で行われる世界大会に減衰菌と減衰菌をメッセージ交換することになりました。そういう点では平和行進の共同が広がってですね、減衰菌の集会のメッセージ交換も今年行われるようになりました。
じゃ最後にですね、この自治体との連携で典型的なところを一つ最後にお伝えします。これ非常に面白いところで、軽井沢です。有名な街ですよね。薄い峠にあと1時間ぐらい歩かなきゃいけない、普通だったら歩くところですけど、7月10日軽井沢庁舎前で集会、今年も圧巻でした。軽井沢町職員が町長、議長をはじめ20数名勢ぞろいで迎えてくれます。写真奥に並んでいる人たちは、これは実はあの町の職員なんですね。多分総務課総出で、出てくれるんです。そしてテントを立てて、ちゃんとマイクも向こうで用意してくれて、いつもだったら歩いてるときは会議室を30分間貸していただいて、そこで休憩して、しかもそこであの自治労参加の軽井沢町の職員組合が飲み物を提供してくれて、今年は歩かないけどこれどっかで飲んでねって言って飲み物をいただきました。そういうことで、あのこれもこれらはもうこの軽井沢でのこの歓迎ぶりはですね、本当にこっちが恥ずかしくなるぐらい大勢集まって総出で歓迎してくれるんですね。しかも歩くときはですね、あの行進が見えなくなるまでずっと見送ってくれるんですね。こういう軽井沢のこの町のですね、この職員の皆さん、町長をはじめ職員の皆さんの大きな歓迎が非常にあの力を与えてくれます。これはあの地元の実行委員会が長年ですね、町当局にパンフレットを渡して、そして丁寧に説明して要請をし続けてる、で大きな力になったんだというふうに思っています。本当にこの軽井沢は最後のですね、あの幹線コースの群馬に行く最後の軽井沢でこういうことがあるってことがいつも楽しみで我々は言っています。本当に あのありがたいことだなというふうに思っております。以上、全体の報告はこのぐらいですけれども、最後にまとめとしてですね、これまとめはこれからですけれども、歩かない平和行進という困難もありましたが、やっぱり60年間続いている発信力、自治体や市民、そして仲間の中で大きな力となって引き継がれている、まあ、そういうことに新しく改めて感動をしました。以上、長野県からの報告でした。はい、丸山さんありがとうございました。報告の中でですね、聞いていて本当にいろんな共同が、また新たに進んでいることが分かったり、あのオンラインでの、平和行進、のつながりを通じてオンライン世界大会のですね、元帥教と元帥金の、エールの交換ということもまた今年新たに、できるようになったということを、伺って、大変励まされる思いになりました。長野の皆さん、丸山さんありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします。ジングルは政教労組岡山のおうちで平和行進の SNS 投稿から、市民の書いた原爆の絵の展示の紹介の、チラシでした。それでは次に、四国コースの最後ですね、6月28日に高知から引き継いだ原水爆禁止徳島県教育会事務局長の猪本百合子さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。徳島県原水協の、事務局長をしております猪本です。徳島県は6月の28日に高知県から引き継ぎました。高知県と徳島県の、境のところの観音浦というところで引き継ぎをしましたが、この日は朝から土砂降りの雨だったので雨だろうというふうに思ってたんですが、お昼からちょうど12時から始めたんですけども、その時は暑いぐらい日が差してとてもいい、引き継ぎ式ができました。この日も少ししか参加お互いにできないかなというふうに思っていたんですけれども、本当にたくさんの人が集まってくださいまして、いい引き継ぎが私たち徳島県のスタートを切ることができました。徳島県は、いつもでしたら、歩いてということになるんですけれども、コロナのことで、
あまり歩くと品種を買うんじゃないかとかいろんな意見が出まして、スタンディングでアピールしていこうという、まあ、そういうことに、しました。まあ、スタンディングなのでなかなか、たくさん集まってくれないかなと思ってたんですけれども、皆さんやっぱり平和行進っていうと毎年の行事っていうことで、歩きたいっていう人もたくさんやっぱりいらしたんですね。で、ですけども、今年はみんなでスタンディングで大いにアピールしようという、まあ、そういうことで、しました。この写真は海陽町なんですけれども、宍喰道の駅という、まあ、大きなちょっとホテルとかが あるそういうたくさん車がねたくさん通ると、歩いてる人はほとんどいないんですけども車がたくさん通るそういう、道沿いでですね、スタンディングアピールをしました。それから県南をずっと回っていくんですけれども、今年の、まあ、平和行進自治体要請っていうのは、まあ、コロナの関係で、自治体の、まあ、市長さんだとか町長さんだとか、まあ、予定してた会議がなくなったこともあって、会えなかった町長さんなんかにも会えてきたんですね。そういう面では、まあ、私たちにとっては、まあ、コロナっていうのはとても嫌なものですけども、まあ、そのことで会えたっていうことが、やはり私たちにとっては良かったなと思っています。それで、このスタンディングにも、県内の多くのですね、まあ、議員さんなんかも参加していただきまして、この写真もそうなんですが、核兵器をなくせというこの、カードを持っている方も、鳴門のですね、市会議員の、方なんですね。みんなと共に、アピールしていこうという、まあ、そういうことでアピールができてよかったなと思っています。なんといってもメインになるのが7月の5日なんですけれども、この日は徳島市内でいつもでしたら3コースに分かれて、多くの人がそれぞれ歩いて、徳島市内にある、大きな公園の藍葉浜公園という、そこに集まってということになるんですけども、今年は、蔵元公園っていうところと、それと、伊北っていう地域にある神社の前ですね、八幡神社の前、それから、県庁のところにある大きな勝どき橋っていうところ、そういうところ3カ所でスタンディングアピールをしました。それで、まあ、いろいろ話を皆さんに聞いてて、まあそうだったのかと思ったのは、今年はスタンディングをするから、歩けないわしでも参加できるなということで、そういう方もたくさん集まってくださいまして、この平和行進っていうのは、まあ、また新たな段階に来ているのかなと一つ思いました。歩けなくてもこういうスタンディングアピールをすると参加できるという、まあ、そういうこともいいことなんていうんですかね、やり方だったかなと思っています。それで、まあ、参加者も参加者全部含めて、115名を超える多くの人がね、参加してくれまして、本当にこの日もいいお天気で、スタンディングアピールできたかなと思っています。まあ、私たちも核兵器のない世界をということで、
多くの皆さんと声を合わせていっているんですけども、徳島県の加盟団体は約21ぐらいあるんですけども、そこの中で、まあ、大きい組織が民医連、政教なんですね。それで、医療に携わる、皆さんがなかなかね、このコロナの、件もありまして、なかなか外へ出てアピールするのも厳しいというとこだったんですけども、有志の方がですね、参加していただけまして、本当に良かったなと思っています。それとですね、自治体 の、 先ほど最初にも言いましたけど、長所さんとかに会えたということで、一番印象的だったのは、石井町というところの、町長さんが初めてですね、私たちの養成行動に参加してくださいまして、それで、まあ、町長さんが言われるのは、まあ、広島に自分は行って、この被爆者の、まあ、ひどい、被爆のひどい実態を、見てきたと。それで、何としてもですね、核兵器のない世界を目指さなければという、まあ、そういう思いを話してくださいました。そして、コロナなどはもう自然と共存していかなければならないけれども、核兵器っていうのは人類が作り出したものだから人類の手でなくすことができるんだと。だから一も早くですね、こういうのをなくしていかなければならないとおっしゃいまして、それで2017年の7月の7日に核兵器禁止条約が122カ国でもって採択された、その年 の、 9月議会でですね、いち早くこの核兵器禁止条約の調印批准を求める政府への意見書をですね、議会で採択された庁でもあるっていうことで、本当にこれからも、まあ、署名だとか、皆さんに協力をしていきたいという、まあ、そんな思いでね、話をしていただきました。それで最後にですね、原水爆禁止四国大会なんですが、本来ならばですね、この66回の四国大会は徳島県で開催する予定でした。そしてイ・ジュンキュさんもお呼びして、皆さんと、お話をしていただくというふうに計画をしてたんですけれども、残念ながらコロナでオンラインということになりました。7月の19日の1時から3時ですね、1時から3時まで、YouTube で見られますのでね、ぜひ皆さんに見ていただけたらなと思っております。そして国際部長の、土田よいさんにも、登場していただきますので、皆さんどうか、ご覧になってください。ありがとうございました。はい、猪本さんありがとうございました。115人を超える参加ということで、いつもの平和行進だと何人ぐらいですか？いつもですね、はい、約その市内3カ所のコースで100人来るか、まあ、ちょっと超えるかなぐらいだったんです。 3コースでね。なるほど。はい、それ超えました。あ、すごいですね。やっぱりもうそういう意味では平和行進もこの新たな段階に入ったかもしれないっていうようなことは、やっぱりコロナの下でですね、新しい運動スタイルっていうのをやはり突き詰めて、いくと、その一つにやっぱりこの平和行進の経験っていうのは大きく、まあ振り返ってもですね、大きな経験になるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございました。徳島の皆さん、また四国大会も頑張っていきましょう。それではですね、次のコーナーに行きたいと思います。
はい、それでは次は、マラヤのコーナーです。先ほどのジングルは、アメリカのソフィアさんが平和行進に、参加をした時の、写真でした。じゃあマラヤお願いします。 Thank you very much, Bunsan and Hiroku. こんにちは。皆さん健康で安全でいらっしゃるでしょうか。さまざまな日本の平和行進の最新情報を得られて嬉しいです。皆さんがこの状況の中でも平和行進続けておられるのをとても嬉しく思っています。ここでバーチャル平和行進の最新情報を、お知らせします。これまでのところ1489キロ全部で歩いています。もともと900キロ最低限の目標としていたんですけども、それをはるかに超えています。今この900×2、1800を目標にしています。今水木さんやエリカさん、いろんな人がかなり長い距離を毎日歩いてくれています。で、フィリピンの平和の波の計画については、もう少し詳しく次の平和の波ニュースでお伝えできると思います。で、AG サニョとアルバート・ロサド、フィリピンの平和行進者ですけれども、彼らが中心になって計画しています。で、今日の私のコーナーではスペシャルゲストを迎えしています。ポール・ガランさんという記者です。長い間平和と正義を求める運動の中で歌を歌い続けてきた人です。私も小さい時から平和と反基地の運動の中でこの人の歌を歌って聞いて育ちました。マラボンというマニラの近くの中の子どもたちのことを歌った歌ですけども、でお母さんがその子どもたちのために基金を作ってサポートしていたんですけども、お母さん亡くなった後もそれを続けているそうです。で、日本でも歌も歌っているし、日本でも歌ったことがあるようです。今日は彼の作ったフィリピンでもとても好まれている歌ですけども、平和な世界という歌です。日本語とそしてフィリピンの言葉で歌ってくれます。ではポール・ガランさんの歌をお願いします。 Warm greetings of solidarity. I am Paul Galang of Abakada Mapaladka, a community-based movement of children and families against war and poverty from the Philippines. The song Mapayapa Daydig, which means peaceful world in English and Heiwana Sekai in Japanese, is dedicated to the children and families of the world. May the every child is my child spirit bind our spirit of humanity stronger for justice, peace and freedom from poverty.Long live international solidarity. Long live the power of the people. God bless and thank you very much.望むものは散りそうまった
受験で泣く町資産のない豊かな世界分かち合えるみんなの世界ボールで遊ぼう争いのない楽しい世界獣のように振る舞わないで憎しみあわず人間らしく子供たちの願いを聞いてその声は空に広がる聞いてくださいその歌声が語りかける平和の世界Mas pandigma ang kailangan ng mundo ayon sa mga bata ang aming hinihingi ay makakaing tinapay na maaaring hatiin ng pantay-pantay maglaro ng bola hindi bala masaya ang mundo na walang gulo kung sakaling may pagtatalo huwag daanin sa init ng ulo ugaling yan ay asal hayop yay di gawang makatao dinggin ang panawagan ng mga musmus ang tinig ng paslit ay tinig ng langit ang awit nila'y kailang kaya madirinig hatid nito ay balita ng mapayapang daigdig. Thank you very much, Mr. Paul Galang.ありがとうございました。ポルガランさん。Maglaro ng bola, hindi bala. Play bullet, play with ball, not bullet. So that's it for this week. And we hope to see everyone again. 今日の国際のコーナーはここまでです。次回は8月4日にお会いすることになると思います。皆さんお元気で。マレア、ありがとうございました。いやもうポール・ガランさんの平和な世界、一番ですね、日本語がすごくうまくてびっくりしましたね。そしてもうメロディーも美しくて、ぜひですね、今週のピースソングの大隈晃さんと、コラボして、欲しいなと、一緒に歌も作ってくれたら嬉しいなっていうふうに、ちょっと思っちゃいました。来週のコーナーもまた楽しみにしています。ありがとうございました。今週の平和更新リクエストピースマッチ。はい。可愛らしい、神奈川の自称平和行進を応援している4歳ということでですね、とっても可愛らしい歌声を聞かせて、いただきました。それではですね、長崎広島コースを7月5日に、長崎から引き継いだ原水爆禁止佐賀県協議会事務局長の田中隆一郎さんに報告をしていただきます。田中さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。佐賀県では歩く行進は行わないで、
自治体との懇談活動に力を入れました。平和行政や核兵器禁止条約に関する質問を事前に渡しておいて、訪問の時に回答をもらう形にしました。悪天候のため予定通りに進まなかったこともありましたが、日を改めて取り組みを進めました。これまでの平和行進では全ての自治体を通過することができていませんでしたが、今年はこれにチャレンジしました。初めて行く自治体は相手側に戸惑いもあったようですが、今後の取り組みに可能性が見えてきました。懇談では核兵器禁止条約に賛同しますと発言した自治体が複数あったことが大変勇気づけられました。また庁舎前でのスタンディングによる宣伝行動にも取り組みました。行進団の先頭が持つ横断幕だけでなく、長崎県が作った宣伝用横断幕、佐賀県が作ったペナント用のバトンを福岡県に渡しました。バトンは来年福岡から返してもらうはずですが、もしかしたら広島まで行ってしまうかもしれません。以上が佐賀県の活動の報告です。ありがとうございます。後ろに並んでいるペナントをちょっと紹介してください。はい、今年、自治体を訪問して、協力していただいた自治体のペナントです、旧自治体、合併前の自治体にも訪問をして、庁舎の所長さんからもペナントをいただいたところもあります。長野の丸山さん、長野の、軽井沢町の報告もありましたように、職員総出でお迎えがあったという自治体もあったように、佐賀でもそういった庁舎があり、訪問に行った方が大変感動していたといった取り組みもありました。今年初めて帰ってくれた自治体もあり、大変勇気づけられているところです。豪雨の方は佐賀はあんまり影響ないんですか？被害そのものは大規模なものはなかったのですが、行進の最中に自治体が避難所を設定をするから、懇談は見合わせてほしいといった対応となったところもあります。なるほど。少し自治体はやっぱりそういう災害の時には平和行進もなかなか受け入れも難しくなるっていうこともやっぱりありますよね。はい。で、核兵器禁止条約に賛同しますっていうような声が聞かれたっていうことで、この9月の議会でちょっと楽しみですよね。そうですね、議会の取り組みというのはやはり賛成してくれる議員が一人でも増えることということが大事になるので、垣根を作らず、こちらからの働きかけというものが必要だなということを考えています。はい、ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いします。佐賀の皆さん、田中さん、ありがとうございました。それではですね、次のジングルに行きたいと思います。今週の平和行進 This week, peace march。 子どもたちの未来に平和な世界を。核兵器の世界中の人が幸せになりますように。核兵器廃絶。世界中から広島、長崎へ平和の波を。子どもたちに汚れのない地球を。ピース。はい、愛知県のビュアノミシスターズの皆さんでした。それでは熊本からの報告をお届けしたいと思います。6月24日に鹿児島から引き継いだ原水爆禁止国民平和大行進熊本県実行委員会の報告を、熊本県原水協事務局長の笹原和則さんにお願いします。皆さんお疲れ様です。熊本のですね、平和行進実行委員会の笹原和則と言います。今回はですね、コロナ禍ということで、熊本県でも
歩く行進はやめて、自治体訪問とスタンディング、行動を取り組むことを取り組むことにしました。6月24日に鹿児島から熊本に無事に、引き継ぎました。鹿児島からはですね、池田事務局長が、あと、参加されて、こちらからもですね、水俣原子水橋、それから県原子水橋、畑田理事長と、参加して、無事に引き継ぐことができました。今回はですね、歩かないということで、引き継ぎ式は多くの参加はできませんでしたけど、まあ、天気もよく無事にですね、引き渡すことができましたので、これから熊本の平和行進が始まるということでですね、取り組みを進めてきました。その日はですね、水俣、駅の横の、広場があるんですけど、そこで、スタンディング行動を行いました。そこには、水俣のですね、年金釈明の方、それから市婦人の方、それから、三連の水俣協立病院の職員の皆さん、多く参加して、20数名がですね、参加して、市民の皆さんにアピールすることができました。理事長がですね、ハンドマイクで訴えて、まあ今年はですね、オンラインで世界大会となりますけど、やっぱり、核兵器廃絶の訴えをですね、市民に広げるということでですね、まあ、この、広げることができたんじゃないかと思います。今回7月7日にですね、福岡に引き継ぐということになりましたけど、皆さんもご存知のように、熊本ではですね、豪雨災害で本当に大変な状況でしたが、大牟田の原子橋の皆さんもですね、雨の中、5名の方が参加していただきですね、福岡に引き継ぐことができました。それから自治体訪問もですね、ずっと行いましたけど、今回は全国の取り組みを見習ってですね、平和行進の投資行進の横断幕をですね、実際に持ち込んでテーブルの上に置いて、しっかり説明して、自治体の皆さんともですね、ペナントをいただいたり、署名をいただいたりということで、無事に取り組むことができました。今年はですね、熊本は歩く行進をやめたということで、建築労組、熊本県建築労組の皆さんは、7月1日に、帰還会議があったんですけど、その後、各県のですね、7支部でですね、スタンディング行動を行っていただき、まあ、県全体でですね、アピールすることができたと思います。はい、以上取り組みましたけど、まあ、初めてのことということで、なかなか、ちぐはぐなこともありましたけど、まあ、今回はですね、いつも参加できない方も参加できたんじゃないかと思います。はい、また、福岡も今続いてると思いますけど、よろしくお願いします。豪雨災害にも負けず、熊本でも、スタンディングアピールがたくさんのところで、行われたという報告をしていただきました。引き続き熊本の皆さん、災害に負けず、頑張っていきましょう。ありがとうございました。平和で、平和でこそツーリングもできるということで、岡山県の瀬能さんのジングルでした。それでは、エイジーサネさん、本日のライブペインティングを紹介してください。
Hey. Hello again, everyone. First of all, 皆さん、こんにちは。まず佐賀県 の, 皆さんに、初めて私が2015年に、平和行進に参加したときに佐賀県の方々とお会いすることができて、私にとってすごく思い入れ深い、平和行進となりました。今日は西本敦さんの、絵を描いています。1958年に行進を始めた方です。史上初めての平和行進の写真を入手することができたので、それをもとに、これは初めて東京に入ってきた時の、絵を描いてみました。これは西本さんに捧げる絵です。また、平和行進に参加したすべての皆さんに捧げたいと思います。ここ、数週間の間、毎週金曜日に、描いている壁画の一部となっています。また、今後のフィリピンの平和行進の、予定、平和の街、平和の波、8月に行われますが、それについての、企画を少しお話ししたいと思います。広島と長崎の原爆を、原爆の日に合わせて、マニラにある、公園で、イベントをやりたいと思います。公園の中には、日本、フィリピンの友好公園というエリアがあります。公園の管理者の方々と今会話を進めていて、8月6日の、原爆の日に合わせてイベントを開催することができそうです。自転車で参加する人もいますし、行進していく人もいます。その前には、日本にインスピレーションを得た、壁画を公開します。先週作ったものなんですけど、公開する予定です。また、折り鶴を折る企画っていうのも考えています。いくつかの折り鶴を作って、8月6日のイベントに合わせて、提出したいと思っています。またその公園の中にある日本庭の中に、大きな岩があります。で、その岩に広島という言葉が彫刻されているんですね。その岩がどのようにしてフィリピンに来たのか、どのようにその公園に置かれるようになったのか、日本大使館の人たちもあまりよく分かっていないんですが、これを Facebook のライブ配信するときにその岩も、お見せできればと思っています。また改めまして、今日参加してくださった全ての皆さんに感謝を申し上げたいと思います。皆さんお体にお気をつけてください。はい、ありがとうございます。フィリピンの平和の波行動も具体的に紹介、してもらいました。広島と書かれた岩はぜひ一度見てみたい、ですね。そして今日は西本敦さんを書いてくれた AG サヌさん、本当に平和行進への理解、コミットメントは素敵だなというふうに毎週思っています。また来週もライブペインティングを楽しみに、して、いきたいと思います。それでは最後のコーナーです。今週のピースソング、大熊明さんです。皆さんこんにちは、大熊です。今週のピースソングは
願いという歌をご紹介したいと思います。先日 NHK のチコちゃんに叱られるでも紹介をされたので、あ、この歌知ってるという方多いかと思います。この歌が生まれるきっかけになったのは2001年のアメリカの同時多発テロでした。その年に広島合唱団と、そして広島の大津中学校の子たちが交流をする中で詩が作られました。この5番を作ろうという取り組みが世界各国にも広がって、今世界で一番長い歌として先日もテレビで紹介をされたんですね。この願いという歌をオンラインで開催されます原水爆禁止世界大会でぜひ合唱しようという呼びかけが日本の歌声全国協議会からされております。詳しくは日本の歌声のホームページからぜひご覧になってみてください。それではその練習も兼ねまして、願い一緒に歌いましょう。もしもこの頭上に落とされたものがミサイルではなく本屋の音であったなら、無知や偏見から解き放たれて、君は戦うことをやめるだろう。もしもこの地上に響き合うものが爆音ではなく歌の調べであったなら、この歌が作られたのはもう20年近く前になるんですけれども、今なお新鮮に歌が響いてきますね。無知や偏見から解き放たれて、日本でもヘイトスピーチやヘイトデモが行われたり、またアメリカでの黒人差別、
知らないということが偏見を生み、その偏見が差別の温床になっていきます。核兵器禁止条約の批准国は40カ国となり、あと10カ国で発効が見えてきましたね。けれども、私たちが暮らしているこの被爆国日本の政府が、この条約にまだ批准をしていない、そしてまたこの条約に対してあまり前向きな姿勢を取っていないということを、日本の国民はまだまだ知らないのじゃないかなと思います。知るということが大切です。知らせていきましょう。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。大熊さん、ありがとうございました。1時間にわたってお送りしてきました今週の平和行進、オンライン第10回、本日出演していただきました長野の丸山さん、徳島の猪本さん、佐賀の田中さん、熊本の笹原さん、そして、国際青年リレーのコーナーでマラヤ・ファブロスさん、毎週あのライブペインティングをしてくれるエイジー・サノさん、ありがとうございました。そして、本日の通訳は浅戸理恵子さんと斉藤のどかさんでした。司会は前川でお送りしました。また皆さん来週お会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。